地獄楽、星さん。徳川政権の江戸時代に地位と級に強い忍者である伽藍堂の蝦蟇丸は、里の長の娘と結婚する。その娘は忍びの里の長の娘とは思えない情の深い偶性の人族であり愛情を知ってしまった主人公はこのままだと感覚が鈍ると抜け忍しようとしたら里に切り捨てられる。生きることに刺して興味のなかった主人公はこのままガメをべらしようと思ったが地位と級に強いために首も切れない火炙りでも死なない。そこに現れた長所を取る秘書に実はお前はその偶性の人族と夫婦になりたいんだろ？一体んだろ？と言われ、暗黒大陸のようなヤバい島にあると思われる、不老不死の薬を持ってこれたら無罪放免にしてやるということから首切り人の娘として後ろ指を刺されていた長所係のヒロインのメットチームを組んで暗黒大陸に送られた異能者の犯罪者たちとのバトルロワイヤルをしながら不老不死の薬を探すシナリオ。絵柄が群抜に綺麗でしかも主要キャラの過去だったり性格設定が非常にお上手で一貫で作品に引き込まれる。伽藍堂だった主人公に水を与えた妻の演出だったりヒロインの首切り人のメスの過去だったり、それでも前向きに生きると決断する覚悟だったり全部が門芸面白い。暗黒大陸入りした後は念能力者による洗礼を受けて天然の念能力者だったりルーキーがどんどん念を開花するシナリオがハンターハンターの偉大さがよくわかる。とてもおすすめの漫画。